大森賢治は日本の俳人、俳句結社森主催、京都国際文化協会理事、京都市芸術文化協会会員、俳人協会会員、京都府京都市西人出身、母は俳人の大森理恵、同志社大学文学部を卒業、6歳より作曲を開始、門川春樹に支持し、1985年より2009年まで、 俳句結社、川に所属した。その間に、結社賞である川新事務賞、川賞、門川春樹賞を受賞。1999年、門川春樹事務所に入社。月刊俳句現代編集長代理、元気処房編集長、中村指導事務所代表を歴任。1999年に、第1回俳句現代賞を受賞。選考委員は、 新島光一、辻井隆門角川春樹。同受賞式にて、選考委員の辻井隆は、選考委員全員の票が入り、満場一致で決定した。20代の若き俳人が誕生したが、これからの活躍に期待したいと激賞した。2007年に第1区集、あるべきものが、お観光。翌2008年、同区集にて、 1> 第1回日本一行死大賞新人賞を受賞。2012年、俳句結社、森を設立して独立した。俳句結社、森会員に2017年より、国際政治学者の村田浩二。ありがとうございます。